さっきね、アイナンがセナタンと仲良くなりたいって小6で話してたよ。だってアイナンさんに会う機会全然ないんですけど全然ない。だってさ、僕隊もね、B もね、まだ一緒に出れてないんです。なんで？私だってアイナンさんと仲良くなりたい。今日のリップはしよったよ。帰ってきてからつけてないんですよ、リップ。でもなんかリップ残ってる別にさ、ポジションかぶってない、かぶってないっていうか、かぶってるけど僕対 1個でも、もう一つで私が出れば、そう、出れるね。なんでだろう。あとミヨンさんともね、出たいんだけどさ、出たことない。でもミヨンさんはその私がいつも着てる衣装を着てらっしゃるんですね。で、アイナンさんも前回ミヨンさんがいない日に、ミヨンさんも私もいない日に私がいつも着てる衣装着てて、衣装が被ってるとなんか一緒に出づらかったりするのかなってちょっと一瞬思って、まあそんなことはないんだろうけど最初楽しかった、楽しすぎたよ。あなたはもっと大好きになったぜありがとう。もう一緒に出たい。なんか僕隊もなんかそのいろんな先輩と出れる、いろんな先輩っていうかチームが違うメンバーと出れる、嬉しいんですけど、でもなんかその出たことあるメンバーが限られてきちゃってるのが悲しい。なんか出たことないメンバーは出たことないメンバーと一緒によく出てるとかがあるから、私とね、私が一緒に出たことないメンバーはその出たことないメンバー同士で結構出てる、結構っていうか何回か出てるの見てるから、私も出たいなーみたいなね。私も一緒にいつか出たいなーと思って、ハツの愛がセナタに伝わらないってハツのインスタグラムで見たけど本当だって、うん、知らなかった。愛が伝わらないとか思われてんの知らなかった。そうそう、今それは多分本当です。嬉しい、もっと話しましょうって思ったし DM しました嬉しいですって言ってね、ゆきりんさんと一緒に歌うのは一つだけだったかな、ありがとうだけ、うん、あったんですけど大丈夫かな、大丈夫だったかな。なんかリハでも、そうリハアンコール、そう全曲リハ今日やってたらしくて、私はアンコールから参加だったんですけど、舞台の稽古、そう稽古があって、そうでアンコールで、そうありがとうって言った時に、そう、その時は全然あやばいって思って、声合うかなって、そう
そのね、リハと本番での間、リハで聞いて、なんか、なんだろう、ちょっと会うようになれたらいいなって思いながら本番歌ったから、うん、会ってたらいいな。じゃんけん、そう、私あのリハの時からそうだったんです。ナーミンさんの時は負けて、ユキリンさんとやる時は勝ってたもん。リハーサルでも、リハーサルっていうかレッスン期間 B の、そう、初日迎える前のだから、あーって思って、あー今日初日なのに受かっちゃったと思って、初日っていうか、そう、朝一 MB でドラ明けにゆきりんさんが出てくださるのは初めてだったので、あ勝っちゃったと思ってでも私そうなんですよ、ノアミンさんには負けるんだけど、ゆきりんさんには勝つんです。うん、ずっと前から。じゃんけんガチですよ。歌声安定してきた、本当？なんか今日音程取れなくて、ね、マジでマジで今日音程取れなかった、音程取れなかったんですよ。なんかね、あ、そう、口移しの2A 音程結構外した。リハーサルは割とね結構ねガチで外しまくってて、あのじゃんけんガチ、そうガチですよ、うん、ガチだから毎回同じ人が勝つ可能性もあるし、ガチじゃなかったら今日絶対ゆきりんさん勝ってほしかったよね。ガチで、私勝っちゃったありがとう、名前言うのって何順なの、何順これ言っていいのかな、わかんない、ナミンさんに聞いてくださいキリンさんもセナさんのこと可愛いと思ってるんだって嬉しかった。え、そう、なんかキリンさん、そもそもなんかこんな、まあもう5年目ですけど、私のこと知ってくれてるんだみたいな気持ちがまだあるんです、未だに。もうさすがに、あの単独コンサートの時、ゆきりんさんが、そう、セットリストだったっけ、をやってくれた時、演出してくださった時、もうその時にはもう、あ、知ってくれてるんだって思ってたけど、でもまだちょっとその気持ちが抜けなくて。うん、レミタンって強いの、だってレミタンは初めて買ったんじゃない、レミタンって呼んだことないけど、初めてさ、じゃんけん大会で強いの、そうなんだ、修行中からのスケジュール、修行中の時は私お話ししたこと一回もなかったです、一回もなかったし、そう、修行中はね、私はそう、そのなんだろう、割と急遽って、まあその当日とかじゃないけど、2、3日前そうにメンバー変更で、私が初日だったんです、メンバー変更でになった、その日が初日で、そうだからゆきりんさんのなんだろう、あったんですよ、なんかテストっていうか、そう、なんかできるようになった、できるようにとかっていうか、ゆきりんさんが見て出させてもらえるかみたいなのがあって、そう、それはそう、ハータンと一緒の初日だったんですけど、ハータンはそれをそう通って、で私は通ってなかったんですけど、そう、実はね、だからハータンは壁書は熱いんだったけど、修行中はストレートで出てたかな、私はもうそう急遽とかそういうのもあって、そういう関わりがなかったのでツインで出ましたうん、今日の声ありがとうございます、可愛すぎました、だって嬉しい
今日はありがとう。レミちゃんと何話してたかってサイドポニー可愛いねってサイドポニー可愛いねって。面白かったって。よかった、面白かったなら。面白かったなら、よかったです。ジョナナキちゃんとは何話したのって、普通の話です。ねえ、なんで知ってるんだろう、私が。なんで知ってたんだろう、柏木さん。柏木さんって書いてあるか、柏木さんって言っちゃった。キリンさん。なんで知ってたんだろう。シャラタン初見だったけどいいねって言ってたよ。嬉しい、ありがとうございます。舞台で可愛いって言ったりするんだ。何舞台って。待って、私さ名前間違えてた感じ。ツイートし直そうかな。確認したつもりだったんだが。レミタの場面にセラタンさんにサイドポニーめっちゃ可愛いって言われたって書いて、ああ可愛い、ね、サイドポニー好きなんだよねって言ったら、あよく知ってますよねって言われて、すごい知ってくれてるやんと。そう、なんか髪の毛伸びたら一緒にしようねって話したの、あそこの一瞬の間で。そう、楽しいよねこういう裏話みたいなの聞くのって。だって聞こえないもんね、みんなにはマイク通してないし、何話してるんだろうって。出してる、いやそれはないじゃん。そっち、そうだったらさ逆じゃない、私が一方的なみたいなあれだから。でも早口、早口じゃないよ、でも割と長いんだよね。そう、タン仲間だって。レミちゃんはレミタンっていうあだ名なの。なんかどれが正解なのか分かんない。でも私はレミちゃんが、レミちゃんって呼んでるからレミちゃんって呼びますけど。そう、でもあそこは、あそこはそうね、何話すんだろう。ニックネームがレミだんだって。そうなの、レミじゃないの。ニックネームがレミだんだったらレミタンって呼ぼうかなって思うけど、でもそんなの見たことがないから一回も。だからレミちゃんって呼んでる、とりあえず。セーザーのこと知ってたの？ジョナナキちゃんだって。わかんない、聞いてない。私のこと知ってるなんて聞けないじゃんそんな。でもなんか別に
AKB の先輩なんだって思ったら普通に話してくれるんじゃないでしょうか。知らないですけど、聞いてないですね。もう15分経ったのでランキング見ますね。17期ちゃんともっとね、みんなと話したいな。やっぱりこうやって前座に出てくれたりとかすると話せる機会があるので、まあ話しかけるのはすごいとてもとても勇気がいったことなんですけど、でも先輩から話しかけないことには話せないと思ったので、私はそうだから会話が続く続かないを考えずにとりあえず話しかけてみたっていう所存でございました。ではランキング読みます。13位、アースと2位ナナイチさん、12位タシさん、11位リコちゃん、10位デンキングさん、9位ドラゴン Z、 8位グリーンリバーさん、7位アカナノソルチさん、6位キナコ、5位キッズさん、4位ウちゃん、3位チバメガさん、2位ブタバラパラダイスさん、1位シンさんです。ありがとうございます。ギフト読みます。翼おしいさん、アイスと2位ナナイチさん、コータさん、マーボーさん、チバメガさん、タスクさん、シンさん、ガキッチョさん、タヤナートさん、ユイちゃん、ドラゴンジェット、ありがとうございます。キリンさんとのツーショット、そう、その公演終わって、そうキリンさんお水飲んでたんですけど、その隙をいいですかって言ってすぐもう嬉しすぎて可愛いって言われたことが、キリンさんの可愛いって重みがすごい、すいません充電ないって言われました。まあでも終わるので終わります。バイバイ、また明日ね。おやすみなさい。